さっさとぶっ倒してやる。油断しちゃダメだよ、ロウ。あの大きいの、どうする？倒せばいいでしょ。油断はするなよ。問題なさそうな相手だ。バラバラにしてやる。ウーナコラッタ。腹が割ったらウーナコラッタ。相手も術を使うか。ちょっとは私に任せて。完了。当たれ。すごい。その作戦よしとけ。この世に食らえ。巻き込め。熱力。ぶっつなす。そういう言い方。今。魔人剣トゲは。怒りの拳を受けてみな。行くぞ。行く。超越せ。報酬違う。もっと。で、猫か。氷の槍。やっ。次、まだまだ行くぞ。振り注げ。戦いに耐え。ぶっ潰してやる。人類。牢へ駆け。しっかりして。
Yoga!
回復百科戦超連打だ。いいバラバラにしてやる。これからも頼む。この薬やべえやつだね。はい鍵打ち込む交流連打だ。よっこっちの番だ。フリーズだ。逆走。握った。今だ。
手紙？どうしてこんなところに？サナ、さっきのズーグルが守ってたってわけでもなさそうだな。誰が何のために？ロ、俺？なんで？
親父のだ。息子へ。お前がこれを読んでいる時、俺たちの関係はどうなっていることだろうかと思う。だがまずはおめでとうと言わせてくれ。ここまで来たということは、折れぬ心、強い体、優れた技、そして何より頼れる仲間を得たということだろうからだ。その全てが揃っているなら何の心配もいらない。それがお前を正しく導いてくれるはずだ。だから今は別の話をしておきたい。早々と俺の元を飛び出していったお前も、いつか自分で考え決める大人になる日が来る。その時ダナとレナの間で血が流れることのない世界になっているかどうかは誰にもわからん。だがたとえそうなっていようといまいと、その世界でお前がどう生きるかはお前が決めろ。人の言葉には耳を傾けろ。だが流されるな。最後にもう一つ、いつかもう一度会うことが叶うなら直接言うつもりでいるが、明日をも知れぬ身だ。お前が俺のことをどう思っていようと、俺は母さんと共にお前を愛している。それだけは信じろ。今さらこんなこと言われてどうすりゃいいんだ。俺は自分の主であり続けろとかつてジルファは言っていた。ジルファは自分の思いを伝えた。それをどう受け止めるかはロー次第だ。だがなぜこんな場所にローの父親は手紙を残したのだ。我々をここに来るように仕向けた連中がいる。彼らが語ってくれるだろう。